あ、ちょっと店員さん、このお皿全部片付けてくれないかな？邪魔だから。まだ半分以上食べられていないようですが、よろしいでしょうか？いいのいいの。今ダイエットしてるからさ。承知いたしました。お下げいたします。残すならくれよ。なあ、その飯、私にくれよ。いいだろう？いやいや、突然出てきて何言ってるの？あなた誰？誰でもいいだろ。食わねえならくれって。なあ、いいだろう？嫌に決まってるでしょ。気持ち悪い。店員さん、早く片付けちゃってください。はい、かしこまりました。おい、意地悪するなって、もったいねえだろう。まだ食えるじゃん。くれよ、な。申し訳ございません。お客様、食べ残しは廃棄する決まりになっておりますので。だろう、捨てちまうんだろう。だったらいいじゃんか。申し訳ございません。いい加減にしろよ姉ちゃん。金持ってるからっていい気になってんのか？私にはね、赤ちゃんがいるんだよ。でも私が食ってねえからおっぱいが出ねえんだよ。私はいいよ。別に腹が減っても我慢できるよ。でも赤ちゃんはおっぱい飲まねえと死んじまうんだよ。赤ちゃんがかわいそうだろうが。そんなの知らねえよババア。マジでキモい。店員さん、追い出してよ。おい、赤ちゃんを殺すつもりかよ。人の心ってやつがねえのかよ。お客様、申し訳ございません。ご注文がないのであればお引き取りください。普通に注文できるやつが小じきなんてするわけねえだろ。てめえ舐めてんのか。こら、タコ。お引き取りください。警察を呼びますよ。おい、てめえらも女だろう。子供はまだいねえかもしれねえけどよ。女だったら子供を飢えさせてる母親の苦しみとか惨めさとか分かってくれよ。同情してくれよ。いいだろ、残飯もらうくらい。あ、すみません、ボイボレストランですけど、店内で暴れてる人がいるのですぐ来てもらえますか？ふざけんな畜生、私だって好きでこんなことしてんじゃねえよ。赤ちゃんがいるんだよ。おぎゃー、なのだ、おぎゃー、なのだ。